こんにちは。2019年10月16日です。札幌湖にやってまいりました。定山渓砲兵峡と走りまして、札幌湖に到着いたしました。途中雨が降ってましてですね、これはダメかなと思いましたら、ここに来ましてちょうど小降りになりました。車から降りて撮影することができました。遠くの方がもやってますね。なかなかいい風景が撮れたなというふうに、思います。この札幌湖、インターネット上によりますと、小樽内川をせき止めて平成元年1989年に定山渓ダムの貯水池として、誕生いたしましたということが書かれております。ここの紅葉も綺麗です。高度が高いもんですから、もう紅葉が始まってます。下の方はまだですね、札幌市とか小樽市はまだ紅葉は始まっておりません。このアーチ状のこの橋を渡ってですね、ここまで来ました。遠くの方にはですね、このような山が見えます。こうこんもりした山が見えます。ここは本当に静かな湖ですね。何もないっていうか、何もないんですけども、湖面が静かなんですよ。でこれはですね、ちょうど道路工事やってまして、ちょうど橋の上で車がストップさせられました。ドア、窓を開けまして、右側を撮ってみました。これは助手席が左側を撮ってみました。なかなかここもいい場所ですね。なかなか車で止めることはできないんですけども、ちょうどラッキーということで、撮影させていただきました。これはですね、展望台第2、第3なのかな、よくわかりませんけども、その展望台に、到着いたしました。ここは結構広いんですよ。で、下の方までずっと降りていくことができました。紅葉も綺麗です。観光客の方もいらっしゃいました。下の方までは30メーターぐらいあるんですけども、階段を降りてこの湖面近くまで行くことができます。ここは春も綺麗なんですけども、この秋もなかなかいいところです。黄色っぽい木ばっかりなんですよね。赤い木はここもありませんでした。なんとか天候の方は持ってくれまして、雨が降るか降らないかギリギリの状態だったですね。これからずっと車で走っていきまして、小樽から今度右の方に入りまして、今日は新篠津で、新篠津道の駅で車中泊させていただこうかなというふうに、思ってます。さほど今回2泊3日なんですけども、それほどの距離走りません。多分400キロぐらいだと思うんですけども、その工程を予定しております。紅葉のとこばっかりをこう走っていこうかなと思います。別チャンネルの方でずっと紅葉のところを撮ってますので、よろしかったらご覧ください。いいとこだけ見て、あとは早送りというのもなかなかいいんじゃないかなというふうに、思います。こういうの季節のドライブも本当にいいですね。いろんなところを回るのもいいんですけども、こうやってドライブしながら、周りをキョロキョロしながら、綺麗だな、綺麗だなと思いながら、こう、車を走っていくのもなかなか、いいですね。今回は、紅葉ドライブということで、紅葉スポットに寄らせていただきまして、車から降りて撮影。あとはドライブしてるということです。なかなかこういうドライブ旅行も気楽でいいですね。動画の方はこれは新篠津の道の駅で、作ってます。紅葉、これがですね、下の方ダムの下なんですよ。ちょっと雨が降ってまいりまして、外には出ず車の窓を開けて撮影させていただきました。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。